こんにちは、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日はゴールデンウィークの勉強法という話をしていきます。はい、中学生高校生たちにとってね、ゴールデンウィーク、これは本当にね待ちに待った、お休みだと思います。まあ、4月からね本当に一生懸命頑張ってきて、ようやくね一息つけるタイミングかなと思います。ただですね、ここでやっぱりある程度勉強頑張っておくかどうかで、5月以降のですねテストの成績とか勉強、これものすごく楽になるんですね。じゃあどういう勉強をしたら、しっかりね、ゴールデンウィーク充実した時間を過ごすことができて、まあ、その後の勉強が楽になっていくのか、今日はそんなお話をしていきたいと思います。本当にねそこまで難しくありません。やるべきことはシンプルです。ただやれてない子は結構多いので、これからね、どういう勉強してたらいいかなって迷っている場合は、絶対にね参考になると思うので、よかったらね続きを見ていただければと思います。はい、じゃあまず最初に遊びと勉強と部活のバランスを考えようというねお話からしていきます。勉強の話なのにね、いきなり何部活の話ですかって思われるかもしれないんですけど、これね、ものすごく大事なんです。ただね、結構、中学生の子によってね、まあ僕ももともと教員のやってた立場なんでわかるんですけど、極端に考えちゃう子って多いんですよね。例えば、勉強しかやらない子、勉強を全くやらない子みたいなね、こういう結構極端な子が多いんですけど、これ良くないですね。やっぱり、バランスがすごく大事なんです。ゴールデンウィークっていうのは、まあ、まずね、部活。これは本当にね、部活動をやっているね、子たちからしたらね、すごく大事な時期になると思います。ここでしっかり体力をつけるからこそ、夏を乗り切れるわけなのでね、特に運動部の場合は。だから部活すごく大事です。また、遊び。これもすごく大事ですね。4月からクラスが変わったり、学校が変わったりして、新しくね、1ヶ月やってきた子たちと、まあ、仲を深めるチャンスですよね。だからその子たちと一緒になんか出かけたりとか、なんかみんなでね、遊びの企画したりするのもすごくいい時期だと思います。で、まあ、それに加えて勉強。やっぱここでしっかりね、復習とかするからこそ、その後の勉強が楽になるので、やっぱ全てのバランスが大事なんですよね。なので、まず最初に全部、どこかの意識だけに向けるんじゃなくて、全体のバランスを考えるってことを意識してみてください。これをまず最初にね、絶対忘れないようにしておきましょう。はい、次に、1日の勉強時間とおすすめ計画表という話をね、していきます。じゃあどういうね、スケジュールで、1日を過ごしたらいいのか、またはね、このゴールデンウィークの期間を過ごしていったらいいのか、そんなお話もね、していきたいと思います。まずですね、1日。だいたい多くの子はね、午前中に部活が入ってくることが多いですよね。なのでまあ、じゃあ仮に午前中は部活というふうにしましょう。で、そうすると午後からどうするか。まあ、これもほとんどの子は部活の子たちと遊びに行くってことがやっぱ多いですよね。例えばみんなでお昼ご飯を食べに行って、そのまま、例えばイオンで遊ぶとか、まあもしくはね、お昼ご飯食べ終わった後誰かの家に集合するとか、まあそういうケースが多いと思います。まあなので午後はね、だいたい遊びが入ってくるかなと思います。なので実質勉強するのは夜、まあそうですね、6時以降とかそれぐらいになる子が多いかなと思います。で、基本的にはこの方法で全く問題ありません。午前中部活、午後は遊び、そして夜、まあ大体2時間、まあ少ない子は1時間ぐらいかな、平均すると2時間から3時間ぐらい午後に勉強すると。基本的には1日のスケジュールはこれで全然 OK です。本当に2時間ぐらいやってたら十分かなと思います。まあ、ただですね、ある日1日は、例えば、じゃあ1日朝から晩まで部活が入ってくる日とか、もしくは、ある1日は家族でどっか出かけるとか、いうこともあると思いますよね。まあなので、そういう日があることも考えると、逆に予定がない日もあると思うんですよ。この日は部活が休みで友達とも遊ぶ予定もないという日とかいろいろあると思うので、逆にですね、そういうバランスを取る上で何もない時は、プラス2時間ぐらい勉強時間を加えちゃいましょう。なのでスケジュールとしてはこんな感じですね。例えば、7日間。仮にね、ゴールデンウィークがあったとしたら、そのうちの5日間ぐらいは先ほど言った、午前中部活、午後、遊び、夜勉強っていうので過ごしますよね。で、もう、5日間の残りの2日間のうちの1日はじゃあ友達と丸々遊ぶとか、朝から晩まで部活があったとしましょう。で、この日はまあ疲れて勉強もできなかったとします。で、もう1日、残りの1日は代わりに友達と遊ぶ予定も部活の予定もなかったとしたら、まあじゃあ、午前中に2時間勉強すると。で、午後にちょっとゲームとかでね、少し遊びつつも、まあ、頑張って2時間勉強する。で、夜1時間勉強して、合計5時間勉強するみたいな。そんな感じで1週間のバランスをとってね、計画を立てていくと、より充実的なね、ゴールデンウィーク過ごせるかと思います。はい、次に、わからない問題を復習しようという話をしていきます。
じゃあどういうね、具体的に勉強していったらいいのかっていうねお話なんですけど、まあ基本的にですね、ゴールデンウィークというのは4月に行った勉強の中でわからないもの、これを復習する時間として使ってください。まあ4月ね、1ヶ月しっかり勉強してきますが、まあ大体ね、数学とか英語とかわかんないとこちょこちょこ出てきますよね。これをこの1週間を使ってしっかりわからないとこを潰しておくわけです。そうすることで5月からのね、勉強がすごく楽になっていきます。で、5教科全部復習する必要はありません。基本的には今言った数学と英語、この2教科に絞って進めていけばいいです。なんでかというと、国語と理科と社会の3教科っていうのは仮に4月の勉強が全く分かんない状態でも5月の勉強ある程度ついていけるんですよね。まあ、国語とか例えば漢字ね、4月に習った漢字がね分かんなかったとしても5月に出てきたやつまた覚えていけば5月のテスト点数取れますよね。でも数学と英語というのは積み上げ式の教科なので4月の内容分かんなかったらもう5月の内容絶対分かんなくなるんですよ。だからここでしっかり復習しておくってことが大事になります。なので具体的にはじゃあどう勉強していくかというと、まずは学校で配布された宿題、これをしっかりやりましょう。で、宿題をやって終わった後余裕があったら数学と英語の復習に当てていくんですが、数学、これはですね、教科書の例題、これをしっかり解いておくっていう方法がね、おすすめです。4月にね、習った部分の教科書をね、引っ張り出してきて、それの例題をしっかりもう一回解き直してね。で、わかんないところは、まあ、お父さんお母さんとか、あとは、学校の先生、塾の、まあ、学校は、ね、行かない子が多いと思うのでね、塾の先生とか家庭教師の先生にしっかり聞くという感じです。もうちょっとね、できる子は、それに加えて、学校で使っている問題集、これの基本問題をもう一度ね、解いておくとさらにいいです。で、英語に関しては、4月に習った部分の英単語、英熟語、これをね、もう一度覚え直します。そして、文法ですね。文法もなんか、例えばね、過去分詞とか、なんか、現在進行形とかいろいろありますよね。そういうのの中でよくわかんない、これなんだろうってわかんないところがあったら、それを先ほど言った。塾の先生とかお父さんお母さんとかに質問してしっかり分かるようにしておく。これだけでね、大丈夫かなと思います。はい、次にテストが近いなら早めに対策開始という話をしていきます。学校によってはですね、ゴールデンウィーク明けに第1回定期テスト、これが行われる学校もまあたまにあります。この場合は、おそらくですね、ゴールデンウィークがテスト週間になるので、まあ勉強が、部活が休みになったなるとか、まあ、あとはテスト週間はギリギリ重なっていないという場合であっても、まあ、テストまで残り2週間ということもあると思うんですよね。こういう場合はもう早めにテスト勉強を始めていった方がいいです。なんでかというと、ほとんどの子はね、例えばテストまで残り2週間とか切ってたらゴールデンウィーク使ってしっかり勉強するんですよね。だからそこで自分だけ遊んでいたらその子たちにやっぱ遅れを取ってしまうので、早めに対策を進めていくといいと思います。でですね、この時、さっき最初にね、僕の方で、まあ、部活と遊びとのバランスを考えようって話をしたんですが、もう、この場合、テストが間もなく近いっていう場合は、これは仕方がないので、やっぱ割合はですね、テスト勉強が8。で、遊びと、まあ、部活。まあ、合計して2ぐらいの方がいいと思います。まあ、1週間ね、7日間あるんだったら、まあ、そうですね、1日ぐらいはね、友達と出かけるとか、家族で出かける予定を入れてもいいけど、残りの6日間ぐらいは勉強するみたいな、それぐらいにしておかないと、他の形にね、遅れを取るかと思います。で、勉強方法。勉強方法なんですけど、これテスト勉強の方法はですね、非常にシンプルです。まあ、まずは学校の問題集を繰り返すというところからね、始めていくことになります。まあ、ただね、細かいところまでお話し始めると、これ本当に一本の動画になってしまいます。過去にね、僕の方で、細かい勉強方法をまとめた動画アップしておりますので、まあ、そちらのリンクをね、この詳細欄に貼っておきます。詳しくね、学びたいって方はそちらの動画も一度見てみてください。今言った流れでですね、まずは、バランスを考える。そして、しっかり勉強時間の計画を立てる。で、普通にやる場合は、まあ、4月の復習、特に数学と英語を行う。テストが近い場合は、テスト対策を早めにやっていく。この4ステップで進めていったらね、ゴールデンウィーク非常に充実したね、時間を過ごすことができると思うので、ぜひやっていただければと思います。まあ、あと今回はね、動画だったのでね、本当にポイントしかお話ししておりませんが、もう少し細かい説明、ホームページの方にまとめております。この動画の詳細欄にね、ホームページの URL も貼っておきますので、よかったらそちらも利用して、素晴らしいゴールデンウィークを送りましょう。